2球目を打ってセンターの前に抜けました。門脇センター前ヒット、ワンアウトランナー1塁です。巨人最多の1290勝ですからね。大城がセンター前打ちました。ノーアウトランナー1塁です。なんていうんですかね、分かるというか、はい、そうですか。あ、なるほど、そういう表現もあるからね、さあ初球から長野が行きまして、ん、2回の裏ジャイアンツは大城長野連打でノーアウトランナー2塁1塁です。打ちました、ライトの前、落ちました。先制ジャイアンツ、山崎伊織にかけた勝利をもたらすべく、まずジャイアンツ先制。新選手がね、本来だったら入ってほしいなと思ってますね。なるほど。ピッチャーの上、これはグラブに当たって一塁送球、一塁セーフです。内野安打になりました。ここも早打ちになりました。セカンドの頭上を越えました。大城は三塁に行ってツーアウトランナー三塁一塁。先ほどタイムリーヒットを放っている吉川にバッターボックス回ってきます。パワーもありますし、はい、スピードもありますんでね、右方向ライト前ヒットを打ちました。プロ初ヒットもこのベイスターズ戦の東からでしたから、この東から2本、まあ、どこを狙ってきてるかっていうところですね、はい、インコース、あー、ここは詰まりながらも持っていきました。レフト前ヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。門脇今日2本目、こういったところでしょうね。だから